皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は港の見える丘公園に来ています。ここから元町を抜けて山下公園まで向かいます。せっかく天気が良いので、もう少し公園を楽しみます。平日で人が少なかったので、自分撮りもいろいろできました。公園内には花壇や噴水もあります。少し風が吹いていて、スカートに風が入ってきます。それでは公園内を抜けながら山下公園へ向かいましょう。階段を降りると元町商店街。公園から続く歩道橋を歩いていきます。マリンタワーを目印に横浜人形の家を横を歩いていきます。こちらが横浜人形の家です。ショーウィンドウに映る自分も眺めてしまいました。山下公園に到着です。公園内では動画撮影をしているお兄さんがいました。私と同じですね。お互いに動画の再生が増えますように。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、良いね、いただけたら嬉しいです。